男の料理旅です。お、あ、おでんと続き食べてます。うん、今日娘について喋ろうかな。うん、娘二人おるんですけど、もう二人とも成人でね、うん。もうちょっと前までが、まあちっこい子やったなと思って、幼稚園も行ってないなとか、幼稚園とか赤ちゃんやったなと思って、うん、今はもう20歳、22歳、まああまりにもその赤ちゃんの時から育ちが早すぎて、子供がその頃の、可愛さっていうのは未だ、全然変わらず、日増しに、子供のことはもう好きでしょうねっていう感じですね。娘ももうできすぎの子で、自分らにしたら、まあ嫁はんのね、うん、育て方、教育っていうのが良かったんでしょうね。僕はね、何もしてないで、ほんまも見守りたいだけなんですけど、ほんまに子供に感謝ですね。子供を尊敬するって言ってもいいぐらいですね。まあこれからね、学校もまだ行って就職してっていうのを待ち受けてるんですけどもう今の段階ではもうベストな、子供ができすぎっていうか、よう やってくれすぎ、もう感心することばっかしですね。まあ、今はもう子供のおかげで、ほんまに生きてるって感じですね。ありがたい。子供に感謝です。私の子供になってくれてありがとう。二人とも。ありがとうございます。
子供が全てです。皆さん、子供、家族、コロナから守りましょう。それが最終的な結論なんですけど、コロナなんかで大事な親兄弟、子供、なくさないようにしてください。自分だけでええっていう考えはきません。娘さん大好きです。自分の娘ですけど、いい子2人です。ありがとうございます。